にちは、札幌占い美容室早昔の後藤です。普段の生活でちょっとここにインナーカラー入れたいけどブリーチができないっていうことなので、そこにブリーチしないでインナーカラーを、ブリーチなしのインナーカラーですよね、はい、グレーのね、ちょっと癖がちょっとこうありまして、今2段になっちゃってるのも嫌だっていうことなので、ここの2段をちょっと直していきたいと思います。で、ここの毛量がちょっと多いので、多い大丈夫ですね、多い、多い、ちょっと多い。で、ここの毛量を、今の、彼女の目的としているのが下のボリュームがあって、ここら辺のボリュームがちょっとタイトになってるのを求めてるので、今逆になっちゃってるんですね。上がポワンって癖でなってて、結構葬儀とかあって下が薄い感じで2段にこうなっちゃってる状態なので、それを、上の方をちょっとピタッとして、下をちょっとボリュームの、まあ、少し A ライン気味の方にふわっと持っていきたいと思います。長さはあんまり変えないでいきたいかな。 であと1番は遅れ毛を作りたいっていうことで、ちょっと縛っても縛る感じだと思うんですか。さっき説明したしてもらったんですけど、耳の横とあとこめかみのところの遅れ毛が今ちょっと長いので、これをちょっと調節してカットしていきたいと思うので、ここは染めなくていいんでしょ、この黒いところは。ここは染めないで大丈夫ですね、はい、はい、ということで、大体1時間半ぐらいでできるかと思うんで、全部で1時間半ぐらいで終わらせてって感じですかね。です、もう乾いてる段階でやった方がいいので、1時間半なのでちょっと時間先にカラーとかやっちゃうと、ちょっと後でまた流したりする時間かかっちゃうんで最短できます。で、まず彼女の、一番の原因、モワモワしてしまう原因としては、彼女のこの表に出てる毛ではなくて、ちょっとこれ限定動画になってしまうと思うんですが、頭の骨格があって、これえぐって取っちゃうとどういうことかっていうと、ちょっと皆さん分かりやすいように、ちょっと取るんですけれども、上の方がちょっとタイトになって、下の方の長さは切ってないんですけど、まあ下後で切れるんで簡単に、はい、ということでこれでカラー入ります。で、なぜこうしてるかっていうと、この縦のスライシングっぽい感じにちょっと入れたいので、あともみあげは入れません。ちょっとこうの関係上ちょっと入れないということがあって、黒染めしないとダメになっちゃうので、あまり幅広くはできないということで、一番後ろのネープは入れません。で、ここだけ入れる感じです。で、裏技もちょっと使っていきたいと思います。まず、こちらも、限定の動画の部分になってしまうと思うんですが、はい、で、カラー剤粒も作ったんですけど、トリートメントを一緒にしていきたいので、これに、このムササビですね、ちょっとあまり見せたことがなかったんですけど、ムササビのトリートメントをですね、2% から 5% 配合していきます。ちょっと今はかりを置いちゃうとちょっと分かりづらいと思うんで、こういうふうにふりかけみたいな感じになってるので、こんな感じにふりかけます。そして、これ溶かしていただくと大丈夫です。トリートメント効果が出ます。あと、頭皮染みやすい方とか、白髪染めとかにあんまり入れすぎると、染まりがちょっと減力されちゃうんですけど、ちょっと染みづらかったりとかします。ぜひやってみてください。で、入れるだけなんで、使い方はこんな感じです。カラーの時は、あと水に溶かしてスプレーヤーに入れたりとかします。はい、で、この部分のスライシングちょっと横向きますね。ちょっと時間ないのでやっていきます。リバレットで塗ります。で、根元の方はちょっとぼかして、いきます。はい、こんな感じです。はい、で、今度上です。ここです。で、今度彼女あんまり上に入れたくないってことだったんで、ただこのブロッキングで取らないと耳にかけた時にがっつり見えないので、ブリーチ剤使ってる場合だったら、このぐらいの量でも結構アピールできるんですけど、ブリーチがないのであまりに分かんないとちょっと微妙ですから、上も使います。ここ三角に取ってる感じです。でも、お土産のところをやらないので、ちょっとここ落とします。いいでしょうかね、皆さん。学生さんの場合、顔周り見えちゃうと縛った時にちょっと微妙なので、この辺は入れてません。
で根元の方は、上まで入れないでちょっとぼかしていく感じにするっていうことだったんで、ちょっとこの辺をぼかしていきます。ちょっと縦にハケを入れてぼかしていきます。はい。で結構ブリーチなしの場合のグレージュって結構思ったよりも本当にシンプルに終わってしまうんで、結構気をつけなきゃいけないのが、ちょっとブロッキングの大きさも中途半端にやっちゃうと本当に分かんないんですよね。はい、今度逆サイドちょっと椅子回せないので、このままやります。何それ、なんか一色にするやつゲームそれ、スノーゲームって面白くなさそう結構ハマるんですよそれ何めっちゃつまんなそう、なんか一色に全部したらクリアみたいな、そう面白いわけ頭良くなるかな、私これ最終ステージなんですよ、すごいね、頭いいんだよ、そこまでいけるって半年ぐらいかかるんですか。はい、根元側はハケを立てた状態でバレリアージュするような感じでちょっとぼかしていきます。ちょっと見えなくてすみません。はい、でからこれで塗り終わったんですけど、これだけだと実際普通のビュースでやってることと全く一緒になるので、大したこれまあ色の配合的にはこれでも結構わかるんですけど、この状態だとちょっと微妙で、これにちょっと僕の研究結果だと 5% ぐらいがちょうどいいんですよ、まあ、それ以上濃くしないから。ダメージに繋がったりしても嫌なので 5% で抑えてください。これも理由がちゃんとありまして、根元の方の地肌から出る熱に反応するんですね。っていうことはここで今入れてしまうとここだけ発色してしまうんですよ。なので、毛先の裏にちょっとしていこうと思ってるんで、中間から毛先の部分見えてるかな、この部分だけにこれを塗っていこうと思います。っていうのが一番ベストですね。はい、ここにしっかりリパレットを使って、毛先の方にぼかしていくというような感じ。これで OK、終わりで反対側です。まあこれでもね、彼女の髪質の場合結構発色が分かるかなっていう謎の部分なので、まあ後でいろいろな方法があるので、まあそれなりに何でもできるんで大丈夫です。はい、こんな感じでカラーのやつですね。はい、すっげえつまんなかったちょっと見せてあげたい、そのゲームちょっと見せてあげて、こうやってそのゲーム面白いのそれ、まあいいか、面白いってなったやつ、紙名前が嫌だ、なんか話してつないで今、カラー塗り終わって30カットとカットの毛量調整とカラーで30分、でもすぐ流したいんでちょっとこれでちょっとこの毛先の方だけしっかり入れていくようにちょっと熱を入れます。ダイソン熱3の風1ですね、それを当てます。ダイソンいいですか、いいよ、買おうか迷って、買いな、高いけど、高くないですか、4万ぐらい、5万近いんじゃないか、でも風力すごいって聞いたから、でもやばい、朝の乾かす時間が変わる、めっちゃ早い、髪傷まないとかも聞いて、まあそこはね変わらない、何に使ってもなんかいろんなやつあるけど確かにね変わらないから、ナノインとか入ってるとか言いません、あんなあんま変わらないぶっちゃけって言ってもやばい、ね、パナソニックの一番風力やばいやつ、うん、あちょっと ボディがガッツリした、あ、そうですそうです、あれいいのかなと思って買ったんですけど大して、そうでしょ、うん、そうなのか、結局そのやった時は静電気が収まったりとかして良くなった気がするんだけど、外出ちゃったら一緒だから、うん、だったらいいトリートメントつけて乾くやつを選んだ方がいいと思う、